それではこれからカオさんのライブに入りたいと思います。じっくりと楽しんでください。では、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。お越しの皆様、こんにちは。こんにちは。ね、雨もいい感じで上がってきましたね。ちょっとまだ怪しいですけれども、私晴れ女なのできっと大丈夫だと信じて、楽しく歌っていきたいと思います。とつかみっちゃく、シンガーソングライターのカホです。よろしくお願いします。見る感じになりますけど、はい、楽しんでください。それでは、今日ですね、この梅アート祭、呼んでくださって、金子さんありがとうございます、ね、いつも本当にお世話になっております。梅もすごくね、綺麗な感じで、咲いていて、ね、見れてよかったなと。わー、びっくりした。アイスどこ。アイスもね、きっと聞いててくれるかなと思いますが、1曲目はアイス1曲目はですね、去年の11月に発売させていただきました、この金子ファームさんのを中心にした、マヨカふるさと村の、4つの、季節の自然のこう移り変わりを歌ったアルバムが出たんですけれども、その帰ろうというアルバムの中からですね、もう差し掛かっている春の曲をお届けしたいなと思っております。ちょっと今日はまだ寒いですけれども、こう彩りがね、増えてくる、春の景色を思い浮かべながら、聴いていただけたらいいかなと思います。それでは聴いてください。目覚めの森。
ありがとうございました、帰ろうというアルバムの中から、春の、自然を、イメージして作りました目覚めの森という曲をお届けしました、はい、というわけで去年も私この梅アート祭出演させていただきまして、その日もですね本当に同じような天気でしたよね。あの雨が降るか降らないかすごく怪しくて、その時はそちらのステージであの演奏させていただいたんですけれども、なんかね、すごく思い出に残っております。また今年もこうやって歌いに来れてとても嬉しいなと思っております。まあ1年ね経ったんですけれども、その間も本当にたくさんのですねテーマソングを書かせていただきました。そして昨日ですね戸塚のテーマソングアルバムの、第3弾が発売されたばかりなんです。昨日発売したばかりなんですけれども、桜プラザホールでですね、イベントで、出演してきました。その時はちょっと時間の関係でですね、8曲入りの CD なんですけれども6曲しか、歌うことができなかったんですけれども、今日はですねその、昨日歌えなかった曲を1曲ですね、お届けしたいなと思います。私はサッカーの曲をですね3曲ぐらい書かせていただいているんですね今まで。もう本当にサッカーばっかりですごいサッカー部なのかなって思うぐらいの感じだったんですけれども、今回初めてですねバレーボールチームの、曲を書かせていただいたんですね。ジュニアバレーボールチーム、ウィングス横浜ウィングスさんという、チームのテーマソングを書かせていただきました。なのでここで初めて、歌ってみたいなと思いますがよろしいでしょうか。緊張しますけれども、楽しい曲なので、そのウィングスさんのねほんわかした雰囲気が、伝わればいいなと思います。ぜひ手拍子しながら聴いていただけたらいいかなと思いますのでよろしくお願いします。緊張しております。それでは皆さんの手拍子とともに、元気よく歌いたいと思います。聴いてください。戸塚3から、横浜ウィングスさんのテーマソングで作りました勇気の翼聴いてください。
チームの、テーマソング勇気の翼お届けしました。ちゃんちゃんちゃんのところみんなやってくれるのかなとちょっと不安に思っていたんですけれどもありがとうございます。空気を読んで、ね、やっていただいてありがとうございます。はい、というわけでトツカ3ですね、発売しておりますので、ぜひぜひ手に入れていただきたいと思います。同じくトツカ3からもう一曲聴いていただきたいと思います。この、真横公園のすぐ裏側にあります明治学院大学横浜キャンパスの、30周年記念ソングとして去年の、年末にですね書かせていただいた、曲をお届けしたいと思います。もし雨だったら、ね、この歌虹になれっていうタイトルなのでどうなのかなと思ったんですけれども、あ、雨が、ね、上がったので、よかったかなと思います。少々お待ちください。それでは、この曲も、後半にですねララ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 ラと皆さんの力をお借りして、やりたいところがあるのでぜひぜひ参加してください。VIP 席の皆さんもぜひ、ね、よろしくお願いします。どこが VIP 席なんだ。それでは聴、いてください。トツカ3から明治学院大学30周年記念ソングとして作らせていただきました、虹になれという曲を、ですね、明治学院の学生コーラス隊の、皆さんの、録音も入っていますのでそこのコーラスにも注目して、聞いてみていただけると楽しいかなと思います。それでは聞いてください。虹になれ。
時に霞んで僕らを待ってるんだ。 Do for us always in my heart。しました。というわけで早いもので次で最後の曲となります。言ってくださった方はぜひ今日の夕方ですね、あの湘南とつか YMCA の方へいらしていただけるともっとたくさん聞けますので、ね、はい、今日はですね、湘南とつか YMCA さん、皆さんご存知ですか、ね、知ってますね、そちらの、ホールであのチャリティーコンサートが開催されまして、ハートトゥーハートというですね、3月11日がねもうすぐ来ますから、東北に花を贈ろうというチャリティーコンサートになっております。チケット代あの1200円かかるんですけれども、その収益で、花を東北に贈るというですねチャリティーイベントになっておりますので、今あのこの後物販もやらせていただきますが、そこでチケットももちろん持ってますので、ぜひ手に入れて、夕方もですね、楽しいコンサートをお届けしようと思いますので、私だけじゃありません、あのクラシック、部門だったり、ポップス部門でももう一人、いらっしゃいますし、まるっと、たっぷり楽しんでいただけると思いますので、え
出るんですか。マネモクさん出ます。あんまり面白くないんでちょっとそんなことないです。すごい反省してますいや全然大丈夫ですよ、はい。なのでぜひ湘南戸塚 YMCA の方へですね、足を運んでいただけたらと思います。そして、来週末とかも、戸塚でいろいろイベントをやってますので、ぜひ、どこか見かけたらまた声をかけていただけたらと思います。その、ライブスケジュール手書きなんですけれども、簡単にまとめたものもありますのでこの後ぜひ配らせてください。よろしくお願いいたします。そしてなんといってもですね、昨日発売したばかりの戸塚38曲、またもちろん、ね、新しいテーマソングを書かせていただいて、収録させていただきました。なかなかこういう風にね、4年ぐらい戸塚密着してやらせてもらっているんですけれども、本当に最初は手探りでどうなるかもわからない中、パン屋さんの歌から始まりまして、本当に今に至るんですけれども、金子さんをはじめですね、本当に戸塚の方々は新しいことをやろうとする人をこう全面的にこう応援してくれる、すごく温かい、空気が流れている街だなと本当にこういうふうに活動していてですね思います。なので、また、このですね応援してくれたパワーを無駄にしないように、テーマソングで、街を盛り上げていけるように頑張っていきたいと思いますので、今日初めて見た方もいらっしゃると思うんですけれども、あ、テーマソングで街を盛り上げることもできるんだなとちょっとねインプットしておいていただけるだけでも、違うと思いますので、ぜひ、これからもよければ応援していただけたら嬉しいなと思います。どうぞよろしくお願いします。そして本当に今日金子さんありがとうございます。いないいない。あ、いた。柱の陰でした、ね。本当にありがとうございます。ね、本当に大好きな場所なので、またこうやって歌いに来れてとても嬉しいなと思っております。はい、この金子ファームさんを中心にしたね、まゆかふるさと村、私も戸塚に来てしばらく経った頃に、知ったんですけれども、駅の付近は結構開発されていて、すごくまあ便利になったんですけれども、ちょっと足を伸ばすとこういう風に自然がねいっぱい残ってるっていうのも本当に戸塚の魅力かなと思います。バリバリこう街で働いていながらもこういう癒しも、毎日の生活の中に取り入れられるっていうことはですね、とても豊かな生活を送れる場所なんじゃないかなと思いました。私自身もこの金子ファームさんに出会って、自分を見つめ直したりとか、この農園行ったことありますか皆さん。中の散策とかね、行ったことない方はぜひ行ってみてください。はい、すごくもちろん癒されますし、自分とね向き合う、きっかけになるかなと、リフレッシュのきっかけにもなるかなと思っております。そんな金子ファームさんを中心にした、4つの自然、春夏秋冬の、自然のさっきね春の歌を歌いましたけれども、そのアルバムが、もう出ております。もうジャケットから中身から、もうまるっと、もうこの金子ファームさんを中心にですね、構成させていただきましたので、大自然を感じていただける一枚になったかなと思います。ぜひ持ってない方手に入れてみ、てください。というわけで最後の曲はこの金子ファームさんのテーマソング、そのアルバムの一番最後にまとめとして四季のまとめとしてですね、収録されている、この金子ファームさんのテーマソングで終わりにしたいと思います。もうね場所がここなので、もうこの空気を感じながら、じっくりと聴いてみてください。それでは聴いてください。帰ろう。
そっと聞いていた慌ただしいビルの街では聞こえない声がするありのままのあなたでいいんだよ緑が伝えてくれた
温まりながら、はい、最後の曲聴いてください。どうしようかな、元気な曲歌ってもいいですか。はい、いいですか。よかった。あのすごい元気な曲なんですけど、はい、昨日発売した戸塚3の中にですね、横浜 FC の、女子サッカーチームシーガルズさんのですね、応援歌を収録させていただきました。The Wind of Seagulls という、曲で、まあ、カモメたちの顔嫌いなんだよね。そうだよね、そうなんだよ、ね。まあ、この曲をきっかけに好きになろう。どういうことだ。まあ、カモメ嫌いな人も、ね、いるかもしれないんですけれども、あのカモメ出てこないので、あの安心して聴いていただけると嬉しいです。はい、あのまあ、横浜、まあ、戸塚の、ね、風を巻き起こして、戸塚から、横浜、そして横浜から神奈川から全国を盛り上げていこうという、曲になっております。もし全国のカモメ嫌いなの。まあ、そんなわけでね、もしタオルを持ってる人がいたら、まあ、ハンドタオルとか何でもいいんですけど、あのサビのところでこう振り回していただくという、まあ、振り付けになっています。まあ、枝とかに、ね、気をつけながら、そして隣の人の顔にファーッと ならないようにだけ気をつけていただいて、もしタオルなかったら、あの手でこうファーッと、ね、やっていただくだけでも、もし、よければ手拍子だけでも構わないので、VIP 席の皆さんもぜひ手拍子で、あのさあ、こうやって見てください。はい、私もなんとなくやってますので、周りを見ながら、ね、楽しんでいただけたらと思います。それでは、なんか出てきたと思う。今日は本当に、かねこファームさん、皆さん本当にありがとうございました。最後の曲盛り上がっていきましょう。それでは聴いてください。戸塚3から The Wind of Seagulls。 走り出すその先へ、君の数で勝利をつかむ。
よろしくお願いします。はい、カフさんありがとうございました。もう一回スパさん拍手お願いいたします。金子ファームに似合ってると思いますね、カフさんってね。そう思いますか。はい、また来年も梅を見に来てください。カフさんと一緒よろしくお願いいたします。大丈夫ですか、似合ってない。大丈夫ですか。丸本さんはいつもあのカモさんとねセットで。すいません、またよろしくお願いします。今セットじゃないって強く否定してますね。カネコファームではね、カネコファームではセット販売。カモさんをね素敵に盛り上げるためにはちょっとあのーね、笑いを誘ったりそんな人も必要なので本当はうまいんですよ、仕事ね。今カオさんのチラシあのもらってくださって、その後ですね、紙芝居用意してる方がいらっしゃるんです。でもし、時間をついたらあちょっと待っててもらえれば、紙芝居をやりたいとおっしゃってます。それと、カオさんが作ってくれたこの前岡の歌なんですけれども、カオさんがどこを見て作ったのか、帰ろうという曲をね、そういうのが知りたい方は10分後そこで私がご案内しますので、待っててくださればその情景を案内いたします。私の自慢の畑に連れてまいります。以上です。今日はどうもありがとうございました。